はい、キムコのですね、ターセリー S125。こちらのですね、ステンベアリング。レースをね、新しくこちらに、新品の方に入れました。はい。ですので、これからね、組み付けたいと思います。で、ちょっと一回ベアリング拭いて、で、新しいグリスをつけてございます。はい。こちらもね、新しいグリスをこちらにつけて、います。はい。それで、入れていきますね。はい。よいしょ。ちょっとね、上を押さえながら。で、ナットというか。そしてちょっとですね、動きをお、そうですね、いいですね、水平、微妙にね、まあ、こういうのは もちろん気にしてしだせばね、曲がってるとかね、なっちゃうんですけど、ブレーキキャリパーを、ね、ちょっと暗くて見えない、ね、あ、ちょっとこれ後にしましょう、止められないですね。とりあえずこれで、ベアリングをちょっと元のステム、こうなって位置的に、目安としての位置はね、新しくなってるんで、ね、意味ないですよね。でもこれぐらいか。それで、そしたら直感を戻して、OK です、はい、でハンドルを戻しますか。ハンドルはどちらにお出かけになってますかね。ハンドル、ステムを戻してハンドルを戻すんですが、ハンドルが、どこに置いたか。ハンドル、あれ、あ、ハンドルがない。ハンドルがどっかに、あ、失礼、横にありました。こちらがハンドル、ね、ハンドルをちょっと上につけましょう、ね、それでボルトで止めると。よし、そしてね、ハンドルをまず入れておきましょう。止めた方がよかったですね。ハンドル入れちゃダメですね。ハンドル入れる前にこれちゃんと締めとかないと、ステム、まず止めないからね。これで入れて。
納豆ね、こうですね、こちらですよね。こちらの納豆をね、これで締めなきゃいけないですね。はい、20いくつ、ね、32ですね。32、これを締めると、一緒に、回さないようにしなきゃですね。ここまでだな。こんな感じですね。なるほど。そういうことか。ちょっとですね、独自のやり方でやっちゃいます。硬くない、ゆる、規定トルク以外、締め付けの位置がやっぱりかなり硬くなってしまうので、ステンベアリングが厳しい。ワイヤーがなければケーブルがあってぶつかるん。これはできないか。この位置、ここにしかかけられない。これ以上かけられないっていう、こんなもんですかね。でももう少しだな。ちょっとまだ硬い。この位置でやりたいけど、難しい。この位置でやるためにはでかけて、何か棒を入れなきゃですね。ここですね。それで、これをかけてさらに締め込むと。でこれをこっちで締め込む。あれ？OK ですね。そしてハンドルをつける。ハンドルを、入らない。入った。さっきのボルトが、
のボルトを閉めて。見えないですね。高い場所が高いですね。どっか別の場所で。とりあえず、こんなような感じで取り付けがね、来ましたね。はい。で、まあ見たところどうでしょうか。左右のね、今まっすぐはどれぐらいですかね。これぐらいかな。これぐらいでまっすぐで、ちょっと光を当ててね、正面というとこんな感じですかね。はい。まあ、ここの位置とね、ここの位置とね、はい、こんな感じでございます。はい。あとはね、ちょっと車体、あと、なんですかね、フロント、はい、フォーク、あと、もう部品を取り付けて、で、試乗してですね、問題がなければね、いいんじゃないかと思うんですが、はい。こんな感じでございます。また色をつけてからね、ちょっと見てみたいと思います。